疲労回復が早くなる。暗号の。で、あとこれ、ここに入ってたか。これ。袋類。ゴミとか、そうなんですね。もうちょい、今ちょっと帰ってきて、使った分が減ってしまったんで。あ、きれいきれい、きれいきれいは、こっちの、また同じティッシュがあるところに入れてます。これですね。アミノ酸のモンベルのやつかな、モンベルさんで言ってたアミノ酸のやつ、なんかよく YouTuber さんが紹介してたんで、なんかあのこれを飲むと、疲労回復が早くなる、アミノ酸のやつかなになります、4つほど入ってますね。で、あと鼻炎の薬ですね。鼻炎の薬が3つ、1個使ったんですよ、あのゆるきさんで、一応念のために飲んだんで、登山前にね、寒いかなと思って飲んだらめっちゃ暑かったんですよ。で、あと、僕の場合片頭痛とかも持ってますんで、片頭痛のやつです。こんな感じですね。あれ変かな、よいとね、なんか聞いたような気するんだけどな。多分ね、高山病とか、多分ね、僕自身はなりやすいと思うんですよ。アレルギーとかそんなの持ってるんで。なんかね、なんとなく自分でわかるんですよ。なりやすい人間って。変頭痛もするから。多分ここやと思う。ここも怖いですよね。そう、ここで落とすんですよ。ここで、ここに今入れましたね。ここに落とすんですよ。で、他はこれぐらいか。んで、このままだここにね、この前、このポケットですね。ポケットに熊対策用の、人間用の催涙スプレーを入れてます。安いんで、ないよりかマシでしょ。多分あんまり、もちろん熊スプレーの方がいいとは思うんですよ。そのメーター数とかも。ただ、ないよりかマシなんで、で、あと、何かしら人間で揉めたり。僕は登山女子とかは絶対持っとくべきやと思いますよ。これね。これまあそんな1000円ちょっとやったんちゃうから、1000円か2000円の間ぐらいですわ。で、一応ナイフも持ってます。ちっちゃいですけどね、刃渡り5、6センチぐらいで、軽いですね。で、ライト、ちっちゃいです。一応今回もギリギリだったんで、終わったのが18時ぐらい、夜の6時ぐらいだったんで、ギリ大丈夫でしたけど、まあ、こんな感じなこともあるんで、結局ナイトハイクしなきゃとか、まあ、あると思うので、以上、持っていってます。これは後ろ。で、UV の液体です。UV カットの上で、上を、いるかな、上はこっちだ。この危険になった時にすぐ出せるように。で、今回地図も持ってったんですけど、地図ちょっと申し訳ない、今ないんで。で、これちっちゃいやつ、これはお茶っ葉とかのゴムです。で、地図用の、コンパスです。
これはこっち側に入れる。地図はね、別にあの、あれですよ、あの一輪地図をあの作成して、あの A4 用紙の軽いやつ、その本格的な地図じゃなし、そんな感じで、これはこれで終わりです。で、中ですね。中は、まず、柔らかいなのが、これ、これじゃない。あ、これだけにした。これは、ビビの、あれ、寝袋、シュラフカバーみたいなものですけど、一応何かあったときに、あの、入れときました。さらにテントを入れんかった。で、一応グランドシートも入れてます。念のため。ちょっと重いんですけど。で、こっからめっちゃ重たくなります。とりあえず最後にドローンを空撮するんで、今回ちょっとこれ DJI FPV なんですけど、ちょっとこれ重たかったんですよ。びっくりして、あんまり持っていかない方がいいです。だから DJI FPV のドローン本体とプロポと、ほんでバッテリーが重たいんですよ。バッテリー、ゴーグルがあるんですよ。だからめっちゃ重たくなるんですよ、よう考えて。これを持ってったんですよ。あ、やっぱ 1.86kg です。まあまあ重たいでしょう。これがね、結構ね、普通の人と違うんですよ。あのね、軽いやつもあるんですよ。 DJI mini っていうね、ドローンちっちゃいやつ 200g のやつで、でまあそれプラスプロポと、バッテリーと、バッテリー込みで 200g か、あとそれだけか、プロポとあるんですけど、それはまたそれで問題があって、結構標高高かったりとかしたら風強いじゃないですか。それで吹っ飛ばされるんですね、その DJI mini やったら。かといって、その僕ファントム4とか持ってるんですけど、結構ごついやつ持ってるんですよ。でそれがめっちゃ安定して取れるんですけど、それを持っていったらまたこんなぐらい重たくなるんで、めちゃくちゃ難しいんですよね。ほんまは僕的には DJI Mavic Air シリーズぐらいがいいんちゃうかなとは思うんですけど、なかなか難しいです。これですね、360度とで、一応アクションカメラとこういうバッテリー類ですね。バッテリーと、ほんでこれ一応念のために、カメラ、このスマホの三脚で取り付けれるようなやつですね。バッテリー類がいっぱい予備で持ってきてます。この360度カメラとアクションカメラのやつですね、を持っていってます。で、こういうレンズ拭くやつ、これは後にしようか。あ、で、これ関係ないですよ。一応これもつけてたんで、これはマジック、ここマジックになってて、ここ引っ張ると伸びるみたいな感じ。これちょっとまたいろいろ試すかなと思って、一応重さ的にこれもつけてましたよというか、この黄色にタレに入れてました。んで、これがね、
だと思うんですよ。あのレンズ2つになります。マクロレンズと、標準レンズ、標準やな、標準レンズですね。結局あんま使わなかったですけど、難しいんですよ、ほんまに。またこれもね、考えないとね、結局あのこっちにも一応もう一本あるんで、合計レンズ3本持ってったんですよ。でこれをこれとこれですね、これの中に入れると、1眼レフ。僕はソニーの α7R2、 ちょっと古い機種なんですけどを、使ってます。で、標準レンズと、んで、バッテリーとシュッシュで、カバーと、あれシュッシュのあれがなくなってんじゃん、マジで。あったあった、さっきね、こんな感じです。ちょっとやめてよ、これよう汚れるんすよ、あるソニーの。もしかしたら影生えてんかな。やったら水はあのあれ、センサーのとこは汚れるんです。これはもうカンパラパックに、カンパラパックかに入れて持ってきます。要は分散ですね、分散と、あのこれ便利なんですよ、このまま入れてると。これも軽いしね、別に。でそのままこうやってあのこれ置いて、あのどっかで撮影できるので、でこれをあの腰につけてという感じでできます。これを入れます。だからこの撮影機材もね、結構問題で、結局あれなんですよ、重すぎるんですよ。だからレンズを減らし、また考えないといけない、レンズを減らしたりとか、あともうフルサイズ持っていかないようにするかですね、重たいんで、ね、こんな感じでできました。さ、僕タオル2枚持っていってるんで、これと、んで、結局使わなかったんですけど、これですね、ミレイのアウター、まあめちゃめちゃ軽いやつですけど、防水とまでいかないですけど、撥水機能はあるらしいんですよ。そんな感じです。耐風性はあります。まあこれはでもあれか、外で、まだや、ごめんなさい。水筒、魔法瓶です。で一応水入れてますんで、満タンに、満タンに入れて持ってったんで、感じで、で家ではこれで終わりなんですよ。あとはペットボトル 500ml 2本と、厳密に言うとペットボトル 500ml 1.5500ml が1本と、で500で、車で飲んでたんで半分ぐらいなくなってたんですよ。で、あとサンドイッチを一つだけ。僕あんまりご飯食わないんで、昼飯は、登山の時は、ね、そんな感じです。それでまあまあ約1キロとしましょうよ。あ、ほんであと行動食です。行動食は、あれグミを買いました。1個だけかな、うん、そんな感じです。いや、ちょっと軽いな、これちょっと違うな、もっとあったはず。
応 9.5 9.5 から 9.2 ぐらいです。もっと重たかったんで、10キロで敗北したんで、伊吹山で、まあ、一応あのちゃんと登って帰ってこれましたけど、もう10時間とかでアホと時間かかって、もう何人も抜かれていったんで、いろいろ考えていかないといけないですよね。まあまあ大体こんな感じのパッキングでした。だから主にあのザックも悪いんですけど、撮影機材が重い、だから撮影機材もいろいろと考えるという感じですね。この毎度のトレッキングポール、これも一応、大体260グラムになります。そんな感じです。あとこれ、これね、このままこのままこういう風にしてたんですよ。でここで入ったかどうかは知らないんですけど、もしかしたら開けた時に入ったのかもわかんないですけど、やっぱしね、これで、あれが入ってますよ、枯葉、ちっちゃい、ほんまにちっちゃいやつ。だからそういうのも考えないといけないですよね、衛生的にもっていう形で。その感じです。ドローン空撮旅人は、観光旅行の絶景のドローン空撮、キャンプや登山の癒しの風景やギア、道具などの動画を上げていきますので、よければグッドおよびチャンネル登録、呼び鈴登録よろしくお願いいたします。